皆さんこんにちは。あなたのクルクルクールガーマリオメーカー実況やっていきたいと思います。今回は国内のとても難しいのいいねランキングの第1位、ホラーハウスキックウォールアイアンソウルハピポさん、クリア率は約 1% ベストクリアタイム46秒、こちらのコース遊んでいきたいと思います。今まで私の実況を見ていただいている方だったらよく分かっていただけるかなと思うんですけれども、壁キック大の苦手です。クリアできるんでしょうか？それにしてもなんで急に壁キックをやろうなんて思っちゃったのかな？クリアできるのかな？お、こっちかな？コインのナビ、あー！コインのナビがあってもやっぱり苦手。はい、お待たせしました、戻ってきました。ちなみにここまで戻ってくるのに5回ほどやられております。うわー、5回の苦労があっという間に水の泡だ。さて、今回こそどっちどっち、こっち、はい、扉にお邪魔します。やった、戻ってこられた、というか初めてかな、お邪魔します。これどっち行くんだろう、右か左か、上に中間があるな。中間取れそうなのどっちだろう、左行ってみるかな。あ、もう戻れない、行くしかない、こっちこっち、よいしょ、あ、中間だ、やったー。そしてなんか大きいまま来られたぞ、これはラッキーじゃない。あ、ここ通れるかな、大きいまま行ければかなり楽なんだけど、通れる、通れた、よっしゃー、これは大きい。ズルじゃないですよ、だってこうやって行ける仕様になってるんだもん。よいしょ、こっちだね。あ、あ、もう食らっちゃった。え、さーん、どんだけ下手くそなの。よかった、中間ポイント取っていて。それにしても大きい状態のマリオからもう一瞬でやられちゃったんだけど、本当にクリアできるのかな。こっちだ、左、右、左、こっち、はい、お邪魔します。画面外を飛び越えてからの下行って、ここはスピン、よし、あ、一息つけるポイントかな、ちょっと一呼吸、はあ、よし、進んでいこう。こうやってくるりん入れるか入れないかが難しいですね。ここはダッシュジャンプかな、こっち、はいはいはい、来られた。なんかめちゃくちゃ進んでるけど大丈夫、ちょっとうまくいきすぎていて逆に怖いんですけど、こうか、よし、あーはー、天井に頭ごつんこ。わかった。くるくるクールが苦しむところを見たいというド S な方のために今日は壁キックコースやってるのかな。うん、きっとそうだ。まったく。よいしょ。ああ、本当に苦しんでるよ。早い人は壁ずりなんかしないで行くんだろうけど、私には無理です。ここでさっきやられたような気がする。あ、登れない。あ、登れたー。もう中間ないのかな。カビキックして音符ブロックのところに行く感じ。よいしょ。どうするの。おー、なんか、よかった。これ初見で突破できたのめちゃくちゃ大きいよ。こっち、はい。次は、多分、左だと思う、壁は。そうだね。こっち、はい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 。こういうのはノリと勢い。あい、あい。どう、来た。ゴール!ブラックパック、そんなところにいらっしゃって本当怖かったっていうか、今当たってたような気もしたんだけど、ガバ判定に感謝ということで、なんとか壁キックコースクリアしたよ。みんな見てくれたかな、くるくるクールの壁キックコース久しぶりにクリアでございます。ホラーハウスキックウォールアイアンソウル、ハピパさんありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくる。それではお次はこちらのコースを遊んでいきたいと思います。クリボーさんがゴール前で邪魔をするコース、アキトさん、ベストクリアタイムが1秒台ですね。クリア率はでも 4.15%。 何かを気づけよっていうこと、1秒でクリアできるってことはなんだ、スター、はい、怖い、え、これ本当に1秒でクリアできる人いるの。あ、でもこれ面白いかもしれない。無限チャップできるような、で、あ、タイムもないのか。タイムは今気づいた。10秒制限、マジか。でもな、まだいけないよね。残り3秒ぐらいまではちょっと、よいしょ、あーはーん、今のでもいけそうな気がした。
やっぱりちょっとまだ無理だね。まだ無理。残り3秒ぐらいが勝負かな。ちょっと1秒でクリアしてる人の真似はもうできないと思うんで、この辺この辺、あーはーん、よいしょ。いや、これじゃまだダメか。まだ高すぎる。1秒で生きる隙間なんかありましたかね。あ、挟まった。これは意外と難しいぞ。これで残り時間があと5秒ぐらいあればきっと誰でもクリアできるんだろうけども、さすがにそうはトンヤが下ろさないって。残り1秒でもこの高さ、クリボーの動きを見てると残りタイムを見れなくなってしまうし、あーはー、どうだどうだ、よっしゃー、間に合った。もうね、今クリボーの動きだけを見ていてタイムのことは完全に忘れてました。ギリギリで間に合ってよかったわ。最後チラッとタイム見たときはもう1秒になってたからね。さて、どれだけギリギリだったんだ。9秒805、本当にギリギリ。これ1秒983でクリアしている人どうやってるんだろう。どうやったらいけるのか皆さん教えてください。それでは次のコースを遊んでいくる。それでは今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしたいと思います。天空の迎撃バニー要塞スカイスプリングフォータレスシャドウスービーさん、クリア率 9.75%、 54秒でクリアしている方がいらっしゃいます。飛空艇コースかなり久しぶりになるのかな。はい、バネ要塞っていうことなんで、バネに引っ切ればいいというのはなんとなく想像はつきますが、あ、了解。あはー、なんだこれ、右上の、あ、左上の方にちくわブロックあったんですけど、あ、登ってはいけないか、あれはツタを演出してるのか。で、キラー放題から出てくるバネに、あおほーん、キラー放題から出てくるバネに気をつけろよと、ついでにチョロップにも気をつけろよと。こうかな、なんかどっか先の方まで行くと、あのバネを使ってこうやって行けよっていう場面もあるのかもしれない。こっちで良かったのかな。あれ今、あ、チョロップか、全然見えてなかった。どこにいたチョロップ名。よいしょ、上に行ってみよう。赤コイン、ピンクコイン、どっちでもいいよ。発見。これは上には行けなそうかな。あーはー、この辺、あー難しい。上にピンクコインを見つけたから行きたいけど、これでいい？ 3 枚目。取り逃してるような気もするんだけど、下に中間ポイント発見。これを取っておこう。ピンクコイン下の方にあったりするのかな？下の方にあったらもうお手上げだから、それは、まあ見なかったことにしておこうかな。いやー面白い。これ多分アスレチックコースに入ると思うんですけども、こういうのも目新しくて非常に楽しい。よいしょ、あ誰今ちょっとヨッシー投げしてた、バカは。ピンクコイン発見。よいしょ、取れた。足場を使って、あ、待って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 、あ、でもピンクコイン発見からの雲を取って、いいんじゃない、せっかく鍵揃ったんだからとりあえずこっちにお邪魔してみましょう。中には1、アップ2、ファイヤー。ファイヤーは取らない方がいいよね。プロペラの方がこのコースの場合は良さそうな気がするんで、下取って、どん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 登ってはいかないか。イエーイ！ファイヤークッパクラウン！ファイヤークッパクラウン！どこへ行く？ファイヤークッパクラウン！あっ！あっ！あっ！はっはっはっは！嘘！しかもピンクコイン全部使い切っちゃってるじゃない！畜生め！そんなミスあり？いや、そんなミスをするからクルクルクールという説もあるんだけども、しかし今のはひどかった。お嫁に行けないよ、もうあんなんじゃ。よいしょ、これでいいかな。プロペラを取ってボス戦、ズン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 、これで1回。そっか、雲の数にも限りがあるのかな。そして非常に踏みにくい。よいしょ、この雲結構長いこと使っちゃってるから。待って、ファイヤークッパクラウン。こっち優先、こっち優先。あーはー、バーネ邪魔。バーネ邪魔。それでここを壊して進んでいくると。
あ、なんかかぶれた。あ、ゴールやないかーい。本当にさっきあとちょっとだったんだな。惜しかった。いや、すごい面白かった、このコース。思わず実況にも熱が入ってしまいました。天空の迎撃バネ要塞、シャドウスービーさんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、もしよろしかったらぜひチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバイ。